ダルシムブランカ、ね、はい、ダルシムとブランカ、じゃんけんお願いします。ダルシムが揃ってね、さあ 1P、2P でインフェルノ出る出ないがありますからね。まあ確かに、いや結構白熱した試合がね多いですね、やっぱそうですね。さあ、川島さん、川島さん、川島さん、はい、あ、オッケー、オッケー、はい、な、何何人なの？6人対7人。さあ、ブランカが6人でダルシム7人。まあどう考えてもダルシムな、確かに暴力だろ、数の暴力ですからね、これはダルシム7人って暴力だろ、すでに今年はブランカいるんだってコメントついてますね。ボーキさん、ボンキさんいらっしゃいますか？さあ、ブランカチーム揃ったみたいですね。揃いました。お、シカゴから来た、すごいな、シカゴだって。シカゴからブルズ、こっちのね、我がベガチームもね、シカゴからって言ってましたからね。あ、そう、はい。さあ、じゃあボンキさん対教授ですね。さあ、ブランカダルシム盛り上がっていきましょう、拍手。さあ、ボンキさんはシカゴから来たと、片谷教授はチューブだよね。チューブですよね。さあ、テンカウント系のやつでよく負けてる印象がある教授ですがさあ、いい動きしてますね。さあ、ボンキさんが飛び込んで噛みつき、さあ、リバーランガードして、さあ、教授としては追い返したい。第6リードしてるのはブランカー。さあ、インフェルノ垂直、しかし安い当たり方。さあ、ブランカどうする？そう、すごい、おっと、いいビーストキック、ビーストキック2連発で、さあ、ボンキさんが取る。さあ、なんとかね、一勝してほしいですね。いや、いい飛び込みしてますね。いや、いいしてますよ。さあ、教授がスライディングからごまかして投げていく。さあ、距離を空けたいのは恐竜、しかし飛び込みが、さあ、いい噛みつき。さあ、そしてスクライ、さあ、リードはブランカ。さあ、削りに行きますね、そりゃ。さあ、北地ローリング打っていきますよね。さあ、バックステップ、さあ、相打ちになって勝ったな、ボンキさん、勝ったな、ボンキさん、お見事。さあ、ダルシムチーム2対数の有利がなくなったぞ、7対6で。さあ、次は小児玉さんですね。小児玉さんですね。さあ、滋賀県よりお越しの小児玉さん、小児玉さんさあ、小児玉さん、あのオンラインとかで結構やってる気がするけど、ね、そうですね、はい。まあ、しかし、あの関西の大会でも結構顔出してくれたんで、そうですね、ありがたいことです。まあでも小児玉さん強いですよね。さあ、同じ色のダルシム、さあ、ショーパンタイク、これはうまい。しかし、ボンキさんのうまいですね、垂直の時に出す技とかいいですね。そうですね、はい。さあ、しかし、小児玉さんは意外と100点メンバー。さあ、今かなり冷静な立ち回りですね。さあ、いい技の振り方、いいですね、チョップタイク。さあ、スライディングで寄ってって、伸ばした技を効果的に使ってますね。さあ、リバランガードして、おっと、スリーヨガチョップ、あれは超強い。さあ、冷静に距離取ってますからね。さあ、一発引っかかって、電気が重要なんです、この組み合わせ。おっと、投げ返した、投げ返した、うまい。今のかなりポイントですね。さあ、さあ、インフェルノはガードして、これ、おっと、届かないが、一度と、チラシロリが入ったら、ピョッとだった、惜しい、惜しかった、いや、惜しかった。さあ、そして、ニコフロム東京、さあ、ニコフロム東京、さあ、ブランカ、ダルシム比べてみればって感じですね。確かにそうですね、テレビのタイトルで使えそうですからね。さあ、ニコさんが、そうですね、この色のブランカですよね。
さあ開幕電気から電気は相当いいですからね。おっとジャンプ台キックが刺さる。そして置き攻めはおっとショーパン対抗で鬼玉さんの中の伸ばす攻撃がいい具合になってるが、しかしニコさんのでかい飛び込みに決まっている。さあバーチカル、さあチョッケうまい。さあスライディングから おっと電気見事エレクトリックサンダー。さあ1本目取ったのはニコフロム東京。さあ近づいて、さあ鬼玉さんの伸ばした手足に対してでかい攻撃返してるんでね。そうですね、はい。さあニコさんうまいですね。さあ大パン、さあさあ入って、さあ今さらげ、さあ攻めは投げ返した。さあ中キック、さあ端っこ行こんでではいるが、どっちが言う、さあ見事スナイパーですね。スナイパーうまいですね今の体育。スナイパー、さあジャイアンさんからうますぎるともらいましたよ。さあ神くん体力リードしてるのはタルチム。長いのをね、やっぱね、振られると結構嫌なんですよね。ただそれはリスクも伴うので、さあ、どう崩すか。さあ、うまい。さあ、うまいですね。ね、うまいですね。さあ、ブランカチーム3人目はクロッチですね。あ、クロッチなんですね。さあ、私の知ってるクロッチはバイソンだったんだけどね。もう何年前ですか。23年ぐらい前。まあそのぐらい、それぐらい。さあそのクロッチも人の親とない。昨日はクロッチの娘さんとみんなゲームで遊んでましたから。そうね、昨日楽しかったですね。さあしかし鬼玉さんが本当うまい。さあクロッチが追い込んで、そうですね、ああいう場面で電気使えると相当いやらしいことになるんですけど、さあ電気で、さあ体力が近づいてきた。さあ飛び込んで、さあスカッシュ投げ、スカッシュ噛みつき。さあブラックチーム、ね、これは逆に行くんですよ ねこれフォーミングするんですよね。ただよね。さあそしてあ、でもそう、この電気がいやらしいんです。さあ置き攻めはおっと投げ返した、うまい。さあピオニーチのところで、さあ端っこ追い込んでインフェルノ削って、超削れてますよ、超削りましたね今。さあ電気を使うにもちょっとあれですね、体力がないとできないんでね。さあ一進一退、さああの状況でチョップで返していく、うまいですねやっぱ鬼玉さん。さあギリギリのところで大パン大パン。さあバックジャンプでいなしていって、さあここローリング、そしてお釣り、そう、そして電気、こっからおっとめくりがうまく入った。勝ったのはクロッチ。さあダルシムチーム、さあダルシムチーム誰が行くか、3人目は誰が行く、おっ、おっと鈴鹿、鈴鹿ダルシムが行く。さあ全員全然 OK、 いやいいですね、俺に行かす、そうね、残りたくないらしいです。さあプレッシャーかかるのは嫌だぞ。さあブランカチームある程度応援も来てます。さあクロッチが、まあ、しかしここから先のダルシムはあれですね、はいはい、やっぱ強力な人間揃ってますからね。そうですね、はい、まあ、しかしダルブランカチームにも A4 がいる。さあ電気、さあとりあえず完全対応ですね。そうですね、はい。さあクロッチとしては2人に3人抜いておきたいところ。そうですね、2人は抜きたいですね絶対に。
あショーパン対空。さあドリルに対してデッキ、ここで6点目。おさあうまいデッキ。さあ噛みついて、おっと大パンでうまかった今。大パンうまくですね今。はい届きますよね。すかしは許さず。いやクロッチさんもすごい動きしてますからね。いいですね。さあ前捨てから噛みついて、さあ怪しまいよデッキ。おっとパーチから当たんなかった。パーチからいって、さあスラストスラストファイヤー。なんと今出なかったか、フラインフェルノ。さあ攻めていく。さあ状況はちょっと、さあ膨らめしてカビつき、そしてこっからおっと大パンスカシ投げを狙ったんですね。さあ次は、そしてここから噛んで噛んで相打ちか、とこれは相打ちになったがダブル KO。 ダブル KO、 これは熱い。さあ鈴鹿が攻めていく、そして攻め、おっとブラスト。さあ噛みついて端っこから、おっ と、 おっと反撃投げたのはダルシム。さあインフェルノ、そして投げにはいかない。さあ飛び込んで噛みついた、見事。さあブランカチーム、あブランカチーム、クロッチが抜いて、そしてテさんですね。テさんですね、はい。いやこれブランカチーム盛り上がりますね。盛り上がりますね。ブランカチームはあとネモさんと、A4 と中村さんが来てないと。さあ中村さんが来る前に潰しておきたいところ。さあしかしテザンのダルシムも上手いですよね。これさあ垂直、さあクロッチの飛び込みが刺さる。さあバーチバル、そしてここから置き攻め。さあスカッシュ投げ、スカッシュ投げ。さあ北シローリングはガード、いやもうこれは削っていくでしょう。お釣りもらったところでね、インフェル食らわなきゃいいといけないな。まあそうですね、うまい。さあバーチバル、そして置き攻め、噛んで離れて、まとわりつきとそのね離れるのがねなかなかいい感じになってますね。ジャンプ大キックの先とかかなり当たってますからね。さあ垂直、元気はスライディング。さあイフェルノ、さあイフェルノ削ってこっから、さあどう崩すか、どう崩すか。おっとこあー、さあきっちり上を見ていた、きっちり上見てましたね。さあ大パンで潰して噛みついて半分、半分やりましたね。さあ噛みつく、さあスカシ噛み、噛みついて、さあおっ、さあブランカチーム抜いてく。さあいや圧殺でしたね。ダルシムのチームは残りは3人かな、うん、3人ですね、はい。 KKY とカーシム、カーシム、ジャイアンですね、ジャイダル。さあそして出てくる KKY、 KKY、まあ、ここ関西じゃないんだね、関西じゃないんだね。さあ KY、 さあ勝ちキャラ戦に関しては相当定評のある KY ですね。さあなるべく後出しを、そう、さあ気合の暗い投げ、これはバックステップ。さあローリング、さあローリングが刺さるがこれ確定なんですよね、反撃が。さあかなりプレッシャーをかけてるのが実はクロッチ。そうですね。さあ今のやつもビーストキックで潰れたら結構展開変わってきますからね、はい。さあ KKY が先に一歩取る。さあ的を絞らせないようにドリルで微妙に間合いを調整してはいる、いますね。さあスライディングから中パン、さあ画面をうまく動かしているのは KKY。 しかし相打ちで
おっと、バチカルじゃなかった。さあ、前に取ったの。あ、打ち。さあ、スラスト。さあ、どうする？どうする？さあ、中パン。中パンチ。さあ、冷静に返して、KKY が取り返す。さあ、いやしかし、クロツさんね、大健闘ですね。さあ、ネモブランカかな。ネモブランカですね。さあ、ネモブランカ、ドルモブランカも強いぞ。さあ、ジャンプダイパンが相当強い。うまい。さあ、バックジャンプダイパンに切り替えましたね。さあ、寄ってって垂直に対してはしゃがみ中パンですね。あっと噛みついて、そして裏回って、おっと中パンが逆に出てしまった。出てしまいましたね今。さあしかしこれ噛みつきにいきますね。さあローリング、第一ローリング、二度と減ってくれって感じ。そうですね、安明並みのローリングですね今の。しかもね、二度と減るんだよねあれ結構。本当の頭突き二度と減らねえのにさあKKY が試合を制している。さあ距離を置くバックジャンプ大パンで、さあこれはこれは厳しい厳しい。はい、そうですね、まあ、さすがダルシム、試合時間長いですね。はいさあ前飛んでファイヤーモードで、さあいい蹴り。さあ何とも言えない。さあ歩いて投げる。さあステップ投げを許さず。さあジャックファイヤーが相当嫌らしい。さあジリリリして、さあインフェルノに期待というコメントがついてますが、ワンピーガしか出ないんですねこの人は。飛んで、さあ暗い投げ、そしてドリルドリルで固めて、さあいい中パン、上を見ていた。しかしこれはワンコンボで死ねる可能性ある。あーっと、中足中足ローリング来たらヤバかったですね。はい、まあでもあの距離は跳ねないちょっと遠かったですけどね。さあそして出てくるは大将、大将 A4。 さあ中身さんがまだ来ていないですからね。まだ来てないですね。はい、負けるまでに来ればセーフ。さあ A4 としては時間稼ぎたいところっていうか、そのまま勝っときたいからね。さあこれ飛び込み3段。さあ2段からの噛みつき、そしてさあうまいですね。さあ KKY も切り返していく。あれはガフもある。そうですね、さあしっかり見てますね。うまいですね。さあそしておっと開幕電気に対してはスライディング。さあ A4 もいいローリングを打ってるんですけれども、さあこれはピョらなかったが、ピョらなかったが、まあ、これ我慢してますよね絶対。投げ出したくないですからね。さあ勝ち合った。変な当たり方した。これは A4 のお手元も。さあドリング、これは反撃。さあ飛んでく、繋がらんかが、おっといいよ。さあ相打ちはできないダルシム。さあブラッドサイク、どうする。あっとスナイパーが当たらなかった。さあダルシムチームあと2人。さあ次はカワシム、カワシムジャイダル大将ですか
まあ実績は対象クラスですからね。確かに。さあカーシム、まあ、この際はこういうことをやってる組み合わせだとは思うんですけど、さあ噛みついて栄養が、さあ電気に出したスラストを、さあ離した、さあ噛んでいく。さあカワシムはやっぱあれですね、そのゲージが溜まったところが怖いんで。あ、そうですね。さあさあスライディング、さあダイヤショックパッシング、さあ暗い掴み、ようやく離した、噛んで、リードはブランカー、リードはブランカー、しかしこれは全然逆れる。さあ重なって、噛んで、さあテレポして、さあバルトゥルちゃんと見ている。さあタルシムチーム大将、さあ大将同士ですね。まあ現時点での大将と大将ですね。まあ、でも中根さん来なかったらこれアウトでしょ。そうです、はい。さあ中根さん来るんでしょうかね。さあメガガイルに続きこっちも対象戦。さあジャイナル復帰してから結構やってますからね。さあスナイパー、さあこれは痛い、大中ローリング。さあエボ強いですね本当に。掴んで、掴んで、さあ高めのリル、さあアイチョッケ、ショーアッパーから、さあ冷静なチョップ、さあダイバン、さあバックジャンプ、いいドリルが刺さってますね。さあドリル刺さってますね。さあ追い風、追い風、さあビーストキック当たる、さあバックジャンプダイバン、ダルシムはでもこれを一気に減らす手段はないんで、なかなかいい詰め方しないと。さあ、どうする？さあ、ダブルキック、刺さった。さあ、勝ったのはブランカチーム。さあ、勝ったのはブランカチーム。しかし、しかし中村さんは失格。中村さんは失格です、はい。さあ、ホンダチームにスカウトしようかな。はい、じゃあジャイアンさんにまた変わります、はい、お願いします。ということでブランカチームの勝ちということになりました。さあ続いて一回戦最後じゃないや、まだか、まだまだ全然まだまだだった、まだまだあと3つある。龍拳戦、これは2回戦から2台ですかね、多分わかんないけど、うん、剣が4人、剣が4人ですね、いろいろ引き抜きとかして、で龍が17人、いや3人ほど減ったから14ぐらいじゃない、減ったんだ、2人引き抜いたから15かな。まあ 2P だよね。じゃあ先方申告お願いします。大移動してるね。あやめに先方お願いします。決まってんのかな、剣決まってるらしいよ、剣決まってるって。あ、じゃあ OK です。じゃあスタート押してください。店長の剣と、モコさんの竜だね。トト、まあ、川又軍と店長を引き抜いてますからね。確かに川又剣が相当強いからな。川又剣強いっすね。店長君もね、結構めんどくせえよ。まあでもワンピーがあるんですね。あー、まあ確かに。ドイキック、しかし、しかしうまい。これは竜ペースだぞ。大昇竜からつかみ、タクワ裏から回って、もう一つタギ、これはアントビーですよね。さあ、2ピが行ったぞ、店長がリードしてるのは、ケン。あと、これはちょっと惜しかったか、掴みに行ったが、さすがに遠かった。バックジャンプ、バックジャンプ、
竜巻。ちょっと竜きつそうですね。これはしっかりと勝利と。コビーおーどうさんだ決めて投げられる。しかしワンツーピンを行ったので店長としてはのびのびと動けそう。波動結構食らってるね。さあゲージが竜が溜まってるのか、まあ、中足の戻りに怪しい。さあこれはコアコアレッパーしっかり手前でしたね。さあ竜2人目まだ16人、15人あと14人。これ竜チームは対象格は誰に。マッキーさんです。はい、早めにお願いします。あ、すげえ。まあ、押したんでセーフとかを押してください。あ、アスタさんですね。アスタリーさん セーバー勢なんですけど、関西セーバー勢なんですけど。なるほど。出ていただいてありがとうございます。セーバーはなんか対策やってんの。ゴールデンウィークやってるのかな、ちょっと知らないです。すいません。さあ、波動の打ち合い飛びはしょっかり勝利点。まあ、あんだけ早いゲームやってるんで、見えないってことはないと思うんですが、知らないっていうことでやっぱり間違いやられちゃってますね。そう、勝利権負けるんですよね。ここ勝利抜けはちょっと遅かったっすか。途中参加は1回戦終了までは OK なんで、サガットキャミー、ホンダチュンリーであれば今からでもワンチャン参加できる可能性はあります。まあ、龍拳もまだ間に合うんで。なんで内返し。さあ、誰がコメントしてるかよくわかりませんか。らしい。これはちょっと龍はきついか。真空ぶち上げたいが、ちょっと数数えてんのかな。まあ、数えてるんじゃないですか、龍拳使いはさすがに。さあ、投げて。さあ、今のは今の真空でしょ。めっちゃ店長危ねえみたいなこと顔してましたけど。惜しい惜しい。で、次がギオさん。ああ、それ拾ったけど、まあ、一応答えてはいるか。オート、ミスター8番アボード返して、勝利券しっかり出して、ワイヤーシュは何だったんだ。アドーモンに入る。これはシンク溜まってんのか、ちょっと見えない。落ち攻め、タイヤ出しですね。あれ、表っぽいよね。今当て方を垂らして高め打点のそのまま直投げて、アドケン圧縮キッパーがうまいですね。店長は一気に数を稼ぎたいといったところが、まあ一人3冊ぐらいいりますからね、店長は。おとちょっと待って、勝利券うまい。勝利を透かせて、さあエクスパー、エクスパーですね。なぜか拍手。開幕アイクスパーといえばね、アラススタイルの有名ですよ。というか、なんだろう、やりたいことをやるって感じかな。バイバン。さあ、早出した組やっぱスーピーガニ行かせんぞと。さあ、早い対空反…おぉできる。やりたいことやってんね。タツアキは読めねえわ。あの竜巻は読めねえわ。確かに。でもしっかりね、垂直避けてね、溜めてますからね。ちょっと恐ろしいよ。エクスパーが相当うまいぞ。
さあ悪くない。さあ食べている。さあ、okay. さあガードしている。ナイスガードですね。ガクガクしてからしっかり立ち上がろう。さあ端なのはいい感じだぞ。さあこれはあるないぞ。ちょっと店長が何していいのか分かんないみたいな感じ。謎の中腰このままどうだ。大足なんか下がっていく。急に突然下がっていく。急に弱気。さあなんだ壊し食らっちゃねえだろこれは。あーおー今あの完全に店長が自爆しましたね最後は。人間の心理がよく出ていましたね今のはね。ええみたいな感じのうちに入ってましたよ。さあちょっとこれは県知事誤算だったのでは。確かに出てくるのは長州さん。このあの試合も長くなりそうですね。波動機一発当てたけどこの歓声はやばくね。確かに大足ブンブンだな。大喜び。さあ昇竜拳長州さん困ってんじゃん。困ってるね。たつぎ伸び伸びしている。大足がもうなんかしらが噛み合っている。完全に踏み込む気ない。さあ不思議な踊り。確かに不思議な踊り。さあよけた。適当かな。おっとさすがにガードして合ってみたら波動拳。なぜか強気に波動拳掴むが長州さんも強かった。あやこう相手を見てどうこうしようするとハマるんでやることを決めてる感じなんじゃないですか。確かに踏み込み大足を今まで一回も打てないですからね。中足が多い。いやでも結構有効に機能してるな。垂直ジャンプが上手いっすね、エキスパーさん。確かに竜巻、竜巻、竜巻、竜巻掴んで亀梨、昇竜拳ずっと削り。これはまだ1球またもさっき見たからおさ、なんだ、なんだ今の。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 長州さん、今の、今のなんすか。なんか怪しいな。まあ不思議な踊り対決、ね、不思議なあれですよね。で、エンペラさん、はいはい皆さん皇帝ですよ、皇帝強い。まあでもね、剣はね、多分流線すげえやってると思うんだよね。まあそうですよね。距離剣めくり攻めやしない。波動拳、波動拳打ち合い打ち合ってる通りは有利は有利ですよね。ゲージ溜まるんで。まあ、真空と列板の威力、主力はやっぱ真空の方が高いっすね。おっと真空打った先で、おっと大スタード。さあしっかり上が出る。これが出ると剣はちょっと大変だけど、これ2回溜まるんじゃないか。溜まりそうだよ。さあじゃあピシピシコパン打って近づいてきたから波動拳を食らう。これは時間がもうないね、ないね。さあ今のはネタっぽく壊し直列波みたいなのを狙ったんでしょうが、さすがにバレてた。待ってきたと今欲張りすぎた。さあこれはしっかりガード飛びはしっかり処理やん。飛びからとヒル。まああれ悪くないですね。一文字よりあっちの方がいいのかな。ああさあ大足からぶったが何もない。おじいちゃん続きにゲージを食べれるか確定。あーっとバックジャンプ昇竜拳ミスったね。昇竜拳だよね。あレッパーか。いや狙った波動らしい。レッパー出ないでしょ。なんだよこれは。しっかりガード。さあ今度は龍はゲージを食べれずと。これはちょっと怖いぞ。微妙の愛波動拳、波動拳打ち合ってるということは食らっていいヒット数なのかな。稼いでんのかな。あっと投げて。これはラッキー強気の波動拳。
ナイスガードですね。6横かけ削り飛び出しっかり昇竜拳。どなたでしょうか。タコ太郎さんね。タコ太郎 Z さんですね。コビー入る。大キック。チャギタイク。らしい。おつ繋がってるか。リバーサルアタックが出て食らったということは。真空か今の。さあ、P 勝ち。なんじゃやべえだろ。さすがに飛べとんないだろ。あと。すぐ飛ぶ。審判。ここ勝利ミスか。2ラウンド目は、まあ、剣のペースになってますが、怪しい。飛びは中盤うまいですね。あそこら辺の飛びは全部中盤で落ちるんですかね。飛び込み怪しい。うわー掴む。最後は掴み1-1。あと掴みにいきますね。掴み多いね。あそこは中盤カバーが一般的なイメージありますが、ピオラない。はい、じゃあいダイヤ足払い。なるほどなるほど。長州さんが3人抜き、ちょっとあんまり嬉しくなさそうですね。まだまだ序盤ということで、確かにおじいちゃんだからね。デレロさん、強気の波動拳。高中拳が調子に乗ってきたか。かなりいい動きになったでしょうか。大きいね波動拳。これはガード。あ、飛びがしっかり勝利拳。うまい、掴んで入るぞ勝利拳から。あと垂直は漏れたか。なんか投げて、あっと受け取ってるぞ。大勝利、これは出ない。おお、なんだ勝利待ちか今のは。そうでしたね、お見えになりましたね。昇竜か竜巻マッチと。飛び、いや飛び投げか今。さあワッピーが2回る。ワッピーがの方が飛ぶやんか。飛びはしっかり処理拳掴んで、もっぺん飛んで処理拳。今度は今高かなかった。アドケン、アドケン。さあペコさんは参加、まあ県チームではペコさん今フランスです。あーそう、あそう、あそう、フランスと戦います。最後は中継投げで4連勝、強いね。ウルトラマリアさん、はい。さあ竜チームは何人、8人目、まだ半分。マリオパンチ見れるか。アイコスの落とし物があるみたいなんですけど、誰かいますか。アイコス、はい、アイコスの落とし物、アイコスの落とし物、まあ後でかな。おお怪しい。飛んで逆に行く、怪しい。画面端に追い詰めて、中級は溜まってんのかな。これ溜まった、死に溜まってる。あと体重出ない、出なかった。最後はさあ出してしまったが、残り15秒切った。ちょっと苦しいか。攻めるしかない、時間がない。これはダメですね。もうガードいいね。さん強いね。アップしてます。おあとまだトップスピン、トップスピンか。あ打ち合い。出したかね。ここはでもなんとか。あっと、あと歩きハード。怪しい。怪しい。さらに怪しい。さあゲージが溜まってるのかな。ゲージは溜まってますね。
タイパーン。鳥かごはやはりきついんですね。さあ龍側が相当盛り上がってる。いいよ、はい、まあ折り返し地点だから県チームの2人ぐらいは殺しときたいと思いますね。確かに県チーム2人で折り返しだからな。数の暴力やばいな。やばい、逃げる。まあ結構ふわふわとやってますね。だってゲージはまだ溜まってないですね。しっかり窓、これは美味しいぞ。外足、剣、バックジャンプに勝利拳。これは俺はしっかりすっかり目にしてる。できる、やればできる。さあゲージだ。さすがに昇竜拳、なんと5人抜き。破天荒さん繰り返し、だんだん強くなりますからね。破天荒さん怒ってるらしいよ。破天荒さん怒ってるらしいよ。誰が怒らせた。波動拳、昇竜拳、大昇竜。おっと、めくりはコパンで返して掴む。さあ裏表をやって掴んで、さらに先飛びから掴む。さあで最後はさすがに勝利で、あと、あいや、これ致命傷か。さあ、わかんなくなった。急に真空溜まってるか。溜まってるね。あー、飛びにちょっと後から波動拳打った形。これは打ち合い。飛び、これは飛びがまた入る。これは打ち、龍がリードしてる。あーっと今のは繋がらないですね。しっかり勝利拳出して、あーっとまたもすかした。竜巻なかったですね。こわこわ立ち寄り、出ないよね、出ないよね。まあ出ないと思ったよ。慰められております。で、福山さんか。福山さんですか。さあ読み合いと森、マッキーといった関西勢が割と残ってるんですね。あとマルさんも中部関西勢が残ってる。関東勢のトップ竜は寝返ったからね。寝返りましたね。違う、あと勝利が出ない。掴んでから勝利か。これはアントミー、よし、しっかりガードして。画面端なので怖いよ怖い。アントミーはいかないですね。リードしてるのはケン。大キック押したっつーの、大キック押したっつーの。さあ怒りの長州。まあね、そういうことありますよ。押してないんですよ。押してないんですよ、残念ながら。大昇竜、しっかり返して。さあ昇竜拳、ちょっと機嫌悪そうだぞ、長州さん。それ怒んなよな。波動拳、波動拳、これは打ち合いですね。打ち合いはね、竜の方が強いんでね。戦い止まないね、止まないねって言った瞬間、そんなね。波動拳、え、溜まったか。まあ溜まんない。福山さんが、さあ上は出る。小気味よく波動拳連打しますね。真空溜まった、大足強気、しっかりガードして。冷静なガード、また飛び、上は出る。さすがに上とそれ悪くない。さあ連覇を、上だけ見ろって見えてる。あーっと掴み入って、おーっと長戸投げ失敗。失敗、中キック押したっつーの。押してるね。いや押したけどレバーが、あーいや入ってんだろ、レバー入ってなかったのか。いやだから、あ、距離、距離、投げ無敵がまだあったから、あ、あったのか、ちょっと早かったのか、多分そうだと思う。なるほど、大勝利。福山さん上が通さなくなったね。チュアシーうまい。今のチュアシーはいい。大キックロケティア。かなりかなりいいぞ。福山ペース、あーっと踏まないが、踏まないか。しかしもうこれはきたーっと、ファイヤー波動がヒット。お前ら人数17人もいてこれかよっていう。さあ松君が先に出る。川俣君の龍拳戦はね相当定評があるんでね。
まあマッツンはぶっ込むタイプなんで、大将よりかは一個前でのびのびとっていう感じですかね。そうですね。さあただここ1、2年は龍拳戦は非常に確かにレベルアップしてますよね。あの打ちまくる飛びが入って落ちて、おっと大外、今の昇竜拳すかせやつさ。さあ昇竜仕込みっぽいね。中昇竜、あれはあれか、バックジャンプ読み、あの中キックでつかるやつもつかんないってやつ。中キックの投げ返しはなるほど、後ろに行くから、そう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 、昇竜じゃ当たんないみたいな。そう当たんないやつだろうね。竜巻奥攻め、しっかり勝利券、あれをしてますね、全部返せるやつね。あ、波動波動波動打ちまくるな。勝利券上はしっかり、さあ、タッカさあ、ボッタチ、あっと、レッパではなかったが、さあ、勝利、あー、一発確認見せますね。できる。さあ、マルさん、ただ中部関西勢は関西に県が非常に多いため、確かに割と県戦はやり慣れてるイメージあります。あれマッツンタイプはいないんじゃないですか。あ、まあ確かにね。勝利拳すかして距離、あと手前から、そうこれはねスカルですね。あれを中勝利にしてれば、なるほど、当たるっていう。あと大足、さあゲージを伸び伸び回収して、マルさん動きですね。あ、踏んだ、これは仕込み、おっとこれはアントミやってるな、合ってるのかな、ちょっとわかんないっすね。まあ返しづらいっすよね、あれはね、多分ね、味が引き取ってるから、入力方法がよくわかんないから。さあ、スピードにいった、見てもスカルっていうパターンある、ある、ありそうですね。あとは強気に打ち返す大勝利、バックジャンプ読み、バックジャンプ読みです。あー、正面はやばい、おっと今勝利で見せたか。さあ、難しい、スカしたが、ちょっと体力差がついてしまった。さあ、これ多分数数えてるんで、うまい、よく打ったね、これ。お、なんとこれはかなり、あー、真空、さすがには、まあ、面食りかぶましたか。マッツも面食らったんじゃないですか、そこで打つかね、みたいな。早めですね、大昇竜、最大、あと追っかけて、今の竜巻は、ちょっと必要だったが、さあまっすぐ行くか、掴んで、なんか見えたが、なんかさあ相打ちだが、ワクタイクが相打ち、もう体力がなかった。さあ、まっすぐ展開早いっすね。さあ読み合いどうですか。お、取り込み6段、ハイジン、ハイジンが先行った、飛び込み6段だか1段だか知りませんけど、あっちも強気に波動打ってるんでね、まあ龍眼はどっかに飛ばなきゃいけない。まあ、どあれ、まあ飛ばれても打たなきゃいけないみたいですね、やっぱどうしても。確かに対してね、龍はね大昇竜しっかり出して出し、あっとこれはちょっと強気に打ったね、掴んでここでかい、あっとこれはちょっと早かった、アンラッキー、あっとこれはそうですね、まあハイジンクも強気に打ってますが、ゲージが溜まった剣にはちょっとリスクが大きいです、ね、あんまり減るからな。中ゴス体感、そもそも珍しいね。おっと、ちょっと今体育迷った、迷ったね、ちょっと良かったから勝利点出すかどうかっていう。ダジこれはリューペース、真空はまだちょっと時間が、さあどうだ、ありますね、あっと、おお、投げ返し、今昇竜拳は引っかかるやつなのかな、なんか難しそうだよ、ダイパンとかいいね、ダイヤシ、ダイヤシ、波動、いつもダイヤシ波動分かんないと冷静だったが、まっすぐ刺激の波動で押し返している。飛びがどこで来るか、背面、あーっと今ダイヤシは振らされた、ちょっと暴れたか、ダイヤシ、いやこれはちょっときついぞ、真空溜まったか、もう飛び入り食らったし、ルカはね溜まってない、そうですね。さあ、この前の飛びがちょっとね対空しづらいんだよな。マルクさん、あ、マルクさん、もう10人目ぐらいまで来てんのかな、
13人目、結構いってるね。はい、残りは4人ぐらいしかいない。森読む待ってくれね。デミシグッチ、あ、グッチ大勝利だよ。これは踏まない。集まり食べて。波動拳は勝利より。あ、大勝利を見せたか。真空あるぞ。勝利じゃ遅めん。ちょっと遅めだったな。これはさすがに。これはしっかり繋がってますね。もう数の暴力やめて。正しい。竜巻に返して大勝利。マジか。これは美味しい。リードしてるの剣。あーっと、これはちょっとふわっとしたんで、大橋が勝った。真空溜めたいが、通気。ファイヤーハードじゃなかったのがちょっとね。今のは通気だけだ。さあ、レッパーが出るんです、この人は。おっと、なぜか長州さんがニヤニヤしてるぞ。出ない人いるの、いるの剣使いで。まさかね。さあ、いや、サド、いや、マルキアかなりいいぞ。怪しい、怪しい、つかないですね。怪しい、起き攻めは。さあ、スカシタが反撃はなし。バックジャンプして、これは美味しいぞ。さあ、真空溜まったか。真空もうちょっと溜まった、溜まった、溜まったっぽい。さあ、カズがガードしちゃったが、バックジャンプ。まあまあ、悪くはない。あと、繋がって、さあ、しっかりガード。大勝利はでかい。確かに、もう真空食らえない。大勝利、しっかりしている。いや、今よく打ったな。まあ、マッツンもこれは納得という感じですかね。いや、君ら3勝14敗ぐらいだったから。3勝14敗だからね、分かってる。さあ、大将か、また裏切り者が大将です。さあ、ハード。さあ、数の暴力流飛び開いて、起きて、竜巻、一回して、さし、飛び、それでハド、技が冴える、ハド、強い、強いぞ、緩和だ、前に歩くが、さし、これはレッパー、やばいな、なんか、レッパーね、出ますよね、剣が弱キャラに見えないね、緩和だけが使うと、アドーケン、アドーケン、強気。いや、相当強い、うまいんだが。あえに、あ、走り、歩きすぎでしょ。やべやべ。なんだ。さあ、ボコボコ。やばい。これ、体が。まあね、十分仕事はしたんで。さあ、ここで出るわ。一応で仕事したって言われるのか。読み合い度。さあ、エクサーチャンプ。確かに。まあ、相方のカズ君はそこそこ勝ちましたので、確かにここはヨミちゃんも試合まあ、1回だけ勝ちだからね。はい、アドケン、いやー、川端の剣が強気すぎですね。ヨミエイドはやっぱりアニメとも結構関西によく来てくれてるので、パル戦の経験自体では負けてないと思うんですが、いや、でも川端の龍拳戦がね、やっぱね、やばいんですよ。川端君が、お、なんだ、勝田キック。あの白がね、きついって言ってましたよ。あー、大変、しゃが、おー、やる、見てから見てから、誰の前で波動打っとんじゃいと。波動拳打って、飛び入って、これは、おー、つかみ、マジか。確かに今のは繋がんないと思って。怪しい、もう一遍、もう一遍投げて、投げか。さあ、どうだ、はい、キック。おっと、からっけんけど、真空溜まったか。真空前ですね。うわ、シャーメやっぱアドーケン、どうだ。ジェーバスは見えなかった。勝ったのは龍チーム、数の暴力万歳。なんと4勝14敗で勝ったのは龍チーム。どういうことだ。ルールに勝った。さあ、じゃあ次は下がっと対キャミ、下がっと対キャミ。これ割とひどいカードなんですけど、どうなんだろう。じゃんけんお願いします。
まあしょうがない。まあ明日は多分椅子があるからね。まあ、キャビーなんと4人。キャビー4人で、サガットが5人。キャビー5人増えたね。サガット7人、意外といる。サガットはね、多分 S サガがいるからですよ。 S サガが 2,3 人いるんじゃない。エントリーの紙？あーごめんごめんごめん、あるよな。加藤さんと吉木さん、さあまあ S カミが出てくることはないですが、あいきなり S サガですね。らしい。さあ球が強い。らしい。これは8-2と言われておるカードでございます。9-1でもいいんじゃないか。さあしかし受け身はないぞ。アッパーガット。さあ投げて、らしい。これは確定。うん、サーカスチャーリー、そうです、これからサーカスチャーリーがいっぱい始まります。まあまだねスケール隙はありそうだけどね。アッパーガットしっかり打って、開幕だけはつけ入る隙あるから。あーっとジャンプ中継、おーっと投げ て, 投げて、さあめくりはいかない。しかし出し、サイパン出よ、投げ、あーっと減った、ちょっと焦ったかな。まああのつくづく4代目がいなくてよかったなと思う。確かに4代目からもう全滅だよね。ダヤシは出ない。あうまくフーリガン決めて、攻めは無理はしない。無理はしないから無理できないんだよなこのキャラ。タイガー、はい、おフータイガー、おうまくとフーリガー取ったが、フーリガさすがにこれ分からんゴルされたが。さあバンガクさんです、ね、さあ次バンちゃんですね。バンガクサガット、サガットはなかなか辛い道なんでね、目が出るまで大変だと思いますが、確かに頑張ってほしい。技がね出にくいっていうのもあるからね。タイガニー、しかし投げる、投げて、さあフーリガンが通っております。フーリガンがもっぺん出し、あとタイガーが出ない、上が出ない、上が壊し壊し。いやキャミー念願の1回戦突破ですか俺、はい、去年はやられてますよね。さあフーリガンが面白いように撮ってますが、これね知らないとね辛いんですわ。大足、あとタイガーはこれは発覚だったが、アパートでこれは死ぬか、ゲーズですね。まあしょうがないね。キャミーでもこれ勝ってもホンダかチュンリーっていうね。まあなかなか辛いっちゃ辛いですけど。さあ次は、はい、ハルハルキ、ハルキハル、ハルキハル、エスタート。ちょっとねあのアニコルの大会も出てくれてるんですよね。投げ上タイガー、まあアッパーカットミスかな。あと今のはアッパーカを潰した、いや出なかったんじゃない。投げて、さあ上タイガー、帯が入ってタミ強いぞ、意外と強気なのかタミ、エッサカに行けるのか。さあ投げて、今のところおっと裏に回ろうとした、今のところ8人という雰囲気は漂っておりませんがね、結構いい勝負に見えるよね。そんなことはなかったですよ。ガツダキック、あとアッパーカットは、そこは1、アッパーカットはさすがに届かない、おっと上投げて、おーなー投げる、暗い投げ、いやいやまだ終わってねえから、終わってない、終わってねえから、終わってねえから、実況を見なかったから油断した、ちゃんと見ないと、俺が見てたからね、えらい、まあ残るんじゃないかなって思ったからね。投げてスタッ、スタッ、ショーキック、タイガーに悪くはない、ゼロドットはさすがにアパートが間に合うんです。さあ
シャンタテ。いや、キャミ強くね。そんなこともない気はする。強キャラありますね。で、次がマトンさん、松本さん、お、エクスターとチビ。エクスターとかもいけると思うんだけどな。いけるはずです。7-3だろ。確かにサガット人気キャラだから。サガット人気キャラだから。ダルシムと互角ってことだよね。そう、ハゲだからね。シャミが人気がないとは言ってない。あーっと、今はね正面なんですよね、全部ね。そうですね、ネタバレしちゃったけど、アッパーカット。これ中アッパーか。そうですね、台は引き付けがいいのでね、減らないからね、一発だからね。相打ちしちゃう同存なんで注意してますね。松本さん結構動きいいぞ。しっかり技が出てます。場合分かってるよね。あとこれはミスター。さあアッパーカット出て注意ですね。さあ一人目がやられた。あと4人ヘビメタコですね。残ってるね、ヘビメタコ、イサジ、中野、ハクト。このチームは大将は中野なのかな。ヤヤさんはいません。ヤヤさんいません。ウリガンが入って、起き攻め。おっと、ウロウロして、さあちょっと怖かったか。ここは繋がらず、スーパー、あっと今の入んないの。フリが入って、めくりは行かない。バッチジャンプ、中パンチ、中段か。はしゃがんだよね。ショーパンは絶対中段なんだけど、中パンは中段じゃなかった気がする。まあ、なんか技出したか。いや、キャラパワーあるな。あるね、キャラパワーあったな。なるほどな。下がってはキャラパワー見せつける組み合わせだよね、はい、バッチバッチ。フリが入って、ダメ出し、コパンで拒否。いや、キャミーですよ、これ。キャミーのペースですね。おお、うお、打ったな、今これは。あと、おいしい。あーっと、最大ミスった。中足大パンタイガーでピヨりますからね。ピヨりますね。まあ、体力差もあったんでね。今の、あ、出ない。いいね。下がっと背が高いので、引き付けアパーが難しいと。まさか、今日キャミーいけるのか、これ。できる、できる。あーっと、さすがに内野球来た、当たった。中足。いや、ヘビメタもうめえな。キャノンスパイクうまく使いますね。さあ、どうして出てくるのは、出てくるのは坂本さんですか。坂本さんですかね。エクスタート、エクスタートもいないのか。さあ、タイガー、ウリが入って、起き攻めは、おっと、中足を重ねにいった。飛び投げて、くれ投げ、飛びかご、飛びかごはきつい、きついんですよね。あーっと、フリガンはとがめられて、あっぱーっと若尾できる、できる。あーっと、いや、いや、しかし何の反撃もない。おっと、中央を埋めにいった。残りってロドットが、飛びが入った、間に合わない。よく飛んだ。青パンならアッパーカット間に合ってました。ワンチャンあるね。大キャノンはさすがに、あ、いえ大キャノンね。ピヨル。さあ、コンボは、あーっと、飛び込みした、飛び込みした。これはやってはいけないことをやっちまいましたが、いや、キャミーが結構前に歩いてんのがねすごいね。入って、アッパーカット、冷静、冷静。あと踏んだが、あれは2回ガード確定ですよね。まあ、現在でしょ、ちょっと厳しいでしょう。ファイブフーリガン、うまくつかしたが、さあ、やっぱ、うまい、上出ますね。いや、前にのめりでいいんだけど、ちょっときつそうだな。冷静に動きがバレ出すと、こうなってしまう。いやー、終わりですね。罪、坂本さん、いい動きしてますね。で、ハク君が行くのか、3人目。さあ、雲の道も控えておりますが、ですね、仕上がりがいかにといったところ。
開幕ミドル、だいぶ落ち着いてきたんじゃないですか、坂本さん。まあ、コメントにキャミー2って書いてありますけど、キャミーは弱いです。まあ、あっと引き寄らない。すぐ大キック当たる、イージ。いや、こっからが最後は打ち、まあ、中足がね、機能する距離まで行くわね。やっぱね、勝したタイガーを垂直されるときついっすね。ツナが大といった感じだ。ピヨかドクロ、ピヨかよ。マイトビー、これだけ。さすがに、しかしここはやばい。チャーリーモード、アップアップ。さあ、これは取りかご、あ、上をちょっと、うまくごまかした。今のはね、ちょっとやっちゃいましたね。いや、隙が少ないんだよな、キャミーな。2フレぐらい着地の隙。うん、まあ、どうなんでしょう。まあ、最後のこれはエスタが誰だ。あ、後ろにホワイトビー。さあ、キャノンスパイクを打ってくる。さあ、くらい投げ。さあ、これはやばい。この場合はチャーリーが上を打ってるが、打たなくてもいいまである。アップアガット、しっかり。多分大下タイガーを打ってるだけで、まあそうなんだ、やることがないはず。アンド小下タイガーを打っちゃうとね、垂直されるとワンチャンやばいんで、まあ、台を一生打ってれば、台一生打ってれば何もできないっていう。あ、もっとこの手のパワーあるな。さすがに間に合った。おっと、なぜか打ち切ってつながってないが食らっている。アローはつながってなかったよね、今ね。さあ、これはやばい。いや、きつい。どうすんだこれ。あっと、上ショーを打った。これ確定ですね。中野大将、イサジか。さあ、はいはい、入って。こっから繋がらないのはね、きついよな。なんもねえもんな。らしい。早い早い。早い早い。早い早い。さあ、きつい。さあ、読み合いとかない。はいね。今のところ。さあ、垂直。ジャックを垂直できたけど、なんかすげえ嬉しい雰囲気あったけど、あまり大して状況が変わってないっていう。やべえ、怪しい。どこあるか、なさそうだな。今のガードしてもきついな。返して、よく見てたわ。あ、飛ばれて、これは三段繋がらないと思った。いや、冷静ですね。これは食らってもいいのに。らしい。あーっと、これは繋がって、あー、ミスった。どうなんだこれ、削りミスったな。見てたらいけるか。あー、さすがによく見てた。今のは冷静でしたね。反応だったね。やはり、そう、今のうまい。あ、苦しまいないとこあるよな。あー、やる気はないんだよね。あと今内野手決められなかったのはちょっと嫌らしい。いやー、ラインを上げてんだけど。さあ、今のも打つしかない。あっと、あ、ここもミスった。あー、出ない。よく勝ったな。出てくるのはコテ。さあ、コテ下がって、大将かな。下がった後何人ですか。下がった後何人、大将、セロ、下がったは大、セロ、下がったは大将、大将。セルテさんもね、キャミーチームと、ね、話すの夢中だから。まあ、キャミーにまだね、ウサジさん残ってるんで。さあ、チャーリーをしてますが、アローが入って。結構、はい、あの、まあ、でも中足先端の場合は X だとしんどそうですね。あん、ないか、コピー寄らないが、
いやちょっときつそう。いやー、この悩ましいですよね。うまく釣ったね。もう打たないか。さすがに強気に打った。厳しいね。あ、今立ち中足、シャンプー足か。大足。いやー、大足。台風がしっかり、アッパーカット、強いか。今のは痛い。非常に痛い。いやー、なんか、アウト、ワンチャンあるか。しっかりガード、ガードされるときつい。いやー、出ない。ワンピー側どうだ、打つ、あー取った。お見合いにノーモーションからの、さあ3本目、ウーリガン、さすがに見なかった。あっと反応できない。やりた、すぐ。さあ画面端、前飛んで投げる。あっとこれはしかし、サガット一気にだ。あー、お互い安い、お互いミス。あっとこれはしかしきついぞ。投げにいかない。タイガーアップアカット中ですね。久しぶり。そこは飛ぶでしょと。あー確定ですね。今のは大狙いなんですかね。中がいいような、微妙なんとも言えんな。どうなんだろう。まあ垂直読み終わったかもしれない。なるほど。さあキャミーも大将かな。大将同士、大将同士、大将同士よくなるね。多いね。余裕で勝ったのはフェイロンとリュウだけが。リュウも余裕じゃねえだろうね。まあ余裕、15人目ぐらいあったんだ。まあまあ一応後ろに残ったりだし。投げる、リードしてるのはキャミー。このキャミーのリードを守りきれないんだよな。投げる。さあしかし伊佐木さんがうまく、ちょっと扱ったな。こっからですよね。これの確定を食らうとね、一気に心がね。うまい、今のダッシュパンうまいですね。さあいけるか、相打ち。さあこれはガードできないぞ。削りが、あーですよね。もう打つしかねえってやつ。あれどうすりゃいいんだろうな。見てから光返しじゃない。消えちゃったんだな。あったっけ、どうなんだけど。あるだろうね。それぐらいしか多分出えんじゃん。アウト、うまい。サジが相当いいぞ。が、はい、しかし、今のスピンナックルはね、しっかりとがめますね。立ち上がる、あるか、うまい、やる。勝ったのはキャミーチーム。今のうまかったね。連続で繋がらないと思ったから、フーリガンにしたね。相手フーリガンにしたっていう、いいハンドです。さあ、では最後の1回戦、チュンリー対ホンダ、じゃんけんお願いします。さあ、大会開始から3時間が経っております。3時間経って1回戦終わってるのやべえだろ。まあでも4時半から始まりで3時間だから、まあ倍で終わるとすれば10時半には終わるってことだ。もう理屈の上ではなんかギリギリっぽいよね。うん、まあ遠方の方もいますからね。そうなんですよ。新宿ぐらいまでは戻んなきゃいけないって人結構いるんじゃないかなっていう、まあ、さらにはね、関東近辺の方は一回打ち返るとなると結構早い人もいるから。 2P チュンに 2P、 ホンダが 1P。 さあちょっと俺も座りたくなってきたな。俺もちょっと椅子、でお腹すいた。それもある。椅子ありますか。椅子長州さん、長州さん、長州さん、あとこの子だ。チュンリーとホンダ使い、試合ですよ。はい、もうねじゃんなんでね、ずっと立ったままってのは無理ですよ。ゲージここから見えるからね。お、長津さん先方か。いいんじゃないですか。じゃあ、よる。ちょっとね、画面見えないんで。長津さんちょっと見えないから、しゃがんでもらえますか。
まあ俺こっちから見るか、もうちょっとそっち行くわ。どこどこれ、そっち。あんまりあっち行きすぎると見るのきつくなる。これはおじゃる丸さんとマジックミラーゴ。マジックミラーゴ、おじゃ丸さん、おじゃ丸さん、まあまあ、まあ、マジックミラーゴ、まあだいぶ攻めた名前ですね。おお、茶丸さんやりに行ってるスタイルだな。めっちゃ攻める。さあ、ハメだな、ハメだな。さあ負けてますが、なぜか後ろで見てるジェネティだけはニヤニヤしております。いや、キサもニヤニヤしてるよ。これ人数どっちが何人がいるの？結構多いんだよね、両方とも。そこそこ順に10。あ、両方10体。10対10。人気キャラですね。あ、これはツーキックが入る。あーっと、これは削りが、削りすぎだろ。削るね。やべえだろ。行きたい人。さあ、誰が行く？ザギが行くか。ザギが行きなきゃか。いいんじゃないですか。まあ別にね、行きたい人から行っていいと思いますよ。ハルさんが行くのか。ハルさんが行くのか。さあザギが行った。さあかなり早い感じですね。まあね、先々週のフランスの大会優勝してますからね。普通に強いし、ね、本当は戦してるじゃないですか。まあ、あの関西で結構ね、あのやってた時期があるんで、しっかりとテンション。これはミドットケズリ。さあ半分もう返してる。うまい。そういいっすね、100巻をガードしないというスタイル。ダギチュンリーね、あのディフェンスの硬さに定評ありすぎなんで。さあこれはアイチ。さあアイチ分かってやってますね、あれ。さあかなりの堅実なダギチュンリー。うまいね、バックジャンプ。高原、高原、今日でもちょっと歩いてるな。歩いてないか。いや、歩いてるよね。歩いてるよね。歩き機能はね、ちょっと面倒くさいんですよ。ラインを上げるっていう。勝手にね、画面端に行くんだよね、あれ。で、まあ線で触ると、まあまあ、これでも全然いいっていう。で、投げる。で、バックジャンプですね。さあ、作業プレーがきついぞ。徹底している。あー、クロタック、しっかりしてる。さあ、安くても落として。いやー、ほんまきついぞ。これはきつい。何にもしてくれない。付き合ってくれません。何もできず。さあ、ホンダは誰が行く。おっと、クスモンドは来ている。間に合った。クスモンド間に合ってるんですか。まあ、間に合うよね、3時間だもんね。あ、間に合ってますね。間に合わないわけないよね。1回戦早いか遅いか重要だな。確かに。コマさん。コマさん、コマ、コマ、なるほど。 KOMA、 KOMA、 X ゲーマー採用に。 COMA かもしれないぞ。わかりやすくしております。え、そうんだ。バーズキックで拒否する。いや、結構いいぞ。お、ゲンキック、あれ対空なんですね。さあ、S ホンダ、いいプレッシャーのバックアウトしてるんだ。百列には百列、しっかり返して。これは削りで終わるな。終わんない、終わらない、終わらない。が、相打ち対空飛行権があるので、ちょっときついな。まあ、ジャックズで切り抜けようとした。抜けられんのかな。相打ち、相打ちはホンダは美味しいなんですが、やっぱ近づけないのはきついね。めくって、さあ、ツーヒット。さあ、削って下がると。しっかりしてますね。スコアモード、スコアモード、バックジャンプ。お、チューキック。いやー、回転上手いな。いや、マジ上手いんすよ。いや、これは厳しいぞ、ホンダ。これね、これ最強なんすよ。で、しかし、ちょっと早いですね、出てくるのは。明らかにね、どうだった。後ろがふさわしいレベルなんですよ、ザギさんは。
まあでもね、せっかくね、海外から来てるからね、まあ、楽しんでいただければという。次はどなったかな。はい、牛尾さんです、ね、牛さん USHIO ですかね。まあまあ開幕はザキチンでやつ、もうバックジャンプって決めてる感じですね。毎回バックジャンプをこすってる感じ。あ、気候問題はつらい。相打ち、そう、さあ相打ちめくりからまた2二度と削り、これはしっかりガード中足で鈴木は結構ね、抜きもやってたのかな。まあ音中もやってるし、相打ちトップクラスのチームはやってますね。あーっと踏んでしまったが、どうすりゃいいのって感じだな。いやー、まずそんな感じなんですよ。開幕気候よけても次の気候来るんですよね。そうなんですよ消えるのが早いのは微妙にいい方向に作用してる大会ですね。いやー厳しい。お、大キックやった。まあね、あとはね、次が続かないんですよね。そう、あとちょっと危なミスったんですが、ぴょんぴょんと、あーっと、今のは何かしようとしたか。これね、しっかり待つ。よく見てる。これ終わりっす。罪ですね。これね、早めに強いやつ出さないと。ですよね、長田来た。さあ、長田が長田が来た。もう来たぞ。急にヒートアップする。まあ、我々がヒートアップしてるだけかもしれませんが、相当やばいからとなんか言い訳してますが、お前も相当やばいって。飛行モードしっかり返してめくりから、おっと、これは続きで拒否。逃げたんですけどね、逃げるだけなんですよ、あれ。これはさすがの正月ホンダも厳しいか。まあね、お途中にもやっぱりあんな感じでしょられてるんでね。おっと、これはまた欲張ってくれたが、戦列使わすことしかできないという。いやー、テンションしっかりきっちりしてるね。これ積んでんじゃねえの。ゲージが溜まる前に、そうそう、このモードになれればワンチャンある。あ、なんだけど、テンション上手すぎんだよな。おっと、中足が立った。ずっと削る、一回削るのに半分減ってっからね。ね、あれもね、S の100回弱いからね、うまいんだって。いやー、これは、あー、いけないですよ。できる。正月そんなが何もできず。これね、順番、さあ、大喜び。クスモンドさんだったと思うんだよな、俺的には。まあでも、クロイはクスモンドまだいますからね。まあ、いるんで、可能性はあるんですけど。いやだ、切り順ですよね。まあ、ワニケイさんもいます。さあ、黒いワン、もう止めないとダメだとさあ、まあ、現在の関東と間違いなく最強ですよね。それを出さざるを得ないこのザギチュンリーの実力。めっちゃ前歩いた、めっちゃ前歩いた。やりに行って、3分の1やりに行ってますね、これは。さあ、半分。さあ、体力はだいぶ取った。しっかりガード。こっから取り返す。歩きすぎだろ。今懐かしに行ったが、さあ、ゲージはそろそろ溜まったかな。ただこれこんな逃げれるのか。いや、逃げれるか。いやね、これね、歩き機構で画面端をあっと下がっていくな。しかし結構前に詰めてますよ。おー、うまい。いや、さあ、ピンギョいたった。いい飛びですね。さあ、くぐって、あーっと、今くぐった、痛い。くらって何かしようとしたができなかったね。こわー、くそむそさあ、フランスのチュンリー使いの前に日本のホンダ使いがバッタバッタとなぎ倒されていきが、いや、しかし、さあ、捕まえた。これはピオール。このワンチャンしかないんですよね。ないんだよな。
まあ、バックジャンプ、まあ、バックジャンプ分かってるんでもう前入れっぱいですね。さあそう、あのカラキャンテーションうまいよな。疲れそうなところでもちゃんと当ててるのがすごい。いやどうしようもねえなこれ。近づけない。頑張ってはいるが、さあ使ってくれない。どうすんのこれ。まあとりあえず1回前ジャンプして空中ぐらいして使わすしかないんじゃないかな。あーきつい。つれつれ、いやー冷て。おっと、できる。しっかり削っ て、削ってバックジャンプ、バックジャンプ。これは絶望的。時間がなさすぎ。黒岩敗れる。さあ冷えてきたぞ。さあ本田側顔面蒼白といったところ。さあワニケイさんが行く。もう駒がないっていう感じですね。まあなんかもう何かミラクルを起こしてくれっていう。いや愚直な続きが調子に勝ってから。いやー今ちょっと近づきそうだったんだが。さあおっとずらした。あるぞ、これはあるぞ。あるのか。大足にしちゃった。悪くはないんだが。いやよく外した。さあ体力がない。なんかよくわかんないけど何を指さしてるのは。あとこのぐらいか。あとこのぐらいは当然ですね。いやこれは悪くない。あいち、あと暴れていたが。おっと、さあちょっとタイミングがずれてるような気がするぞ。さあしかし体力がもうないぞ。さあワンチャンが。いやー、しっかりしてる。そこね、終わりなんですよ。さあヤンさんザ・ジョバー。え、そんだから。さあピロシとクスモンドが残る形ですかね。もう半、もうミスター K、 ミスター K かっこいいな。しっかり出してめくり3段きつい。いやきついぞ。飛行モードは相当きつい。いやどうしようもねえな。立ちシューキックタイプうまいな。作業感が半端ないですね。坂道中足で立ちシューキックなんだね。いや結構ね、対空もちゃんと使い分けてるんですよね。確かに。そう、あのテンションがうまいんだよなマジで。あれセーガードですね。あれはもう暴れちゃダメなんですよね。あれセーガードでしょ。セーガード。でミスター K、 ミスター K さんですね。まだ2人目チュンリー。ちょっと早いな。おっと食らってしまった。光源の弾がでかい。あーちょっと打開策。あっと、あー、いやーミスってくれたんですけどね。ちょっと垂直になっちゃいましたね。バックジャンプ。いやこれちょっと、さあ行く。あ、次行く。冷静。ちょっと積んでる感じあります。こんなにきついんだ。バックジャンプ大パンチ置いてある。いやマジうまいな。なんか事故でない限り負けないって感じだもんねこれ。なんかもうセットプレーになってるよね。もうこれだって攻める必要ねえもんな。そうで画面端まで行ってね戦列食らうんすよ
ああ、つらい。下がりきこう。どうすんの？まあ、これ当たんないからね。なんとなく打ちたくなるんだけど、あの100巻、打っちゃダメなんですよね。はい、打ち。これは助かる。そう、なんか怪しい時バックジャンプするから。ういやですよね。うわしか。いやー、完璧。完璧だね。さあ、クレジットを入れてください。いやー、ホンダチーム、永田さんが超アドバイスしてますね。なかなか見られない光景。確かに。いや、アドバイスでもきつそうだな。いやこの際ホンダガンガン攻めちまいってね、これね、ガンガン攻めるとね、死ぬ時間が早くなってダメなんですよ。お、悪くないぞ。やっぱり、隙を見つけて攻めないとホンダきついんですよね。うち、悪くないぞ。ワンチャン音チよりうめえんじゃねえかな、技の精度的に。いやー、しまった。あの人の起き上がりの機構はね、サッカーのダメだからね。いやー、よく食べてる。そうね、あのテンションほんとミスんないね。すごい。うわー、入って、あー、ミスった。おいつだったな、今の。ダウンしなかったね。ワンチャンあったんですけど。あ、うち、これは悪くない。これはホンダ、悪くない。あー、元気か。元気って言われた。転ぶとね。いやー、厳しい。もうゲージ溜まるしね。あっと、あるか。あー、ミスった。そう、これは湧きた。あー、ミスったが、リードしてる。これは、これにミスを溜めてっていう感じでは、これ死ぬかな。さすがに死ぬか。が、右から。あー、さすがに、できる。さすがにはちょっと甘えたね。さあ、丸坊主ラプシディを使うしかないって、これ関西勢の書き込みですね、明らかに。誰だ。さあ、すかして、あるか。あるぞ。投げて。さあ、これはやったが、ビオラライ。しかし、100巻できる。しかし、早めのピロシャったでしょ、これ。ザギチュンリー何人抜きました。7人ぐらい。いや、相当抜いて。8人、8人抜きじゃない。8人抜きで、出てくるのが、これまた海外勢。マカマカケベリさん、 MAKKEVELI。 いや、受け取ってね、絶対。さあ、ザギほどのしっかり出して。これは戦列カード。あ、うち、ちょっときついか。さあ、うまい。今のジャンプシーパーうまいですね。さあ、どうだこれ。あーっと、のっかり、のっかりか。今鬼味噌でしょ。鬼味噌のミスだね。まあ、出なかったんでしょうね。あーっと、食らいつかない。痛い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 、死んじゃう、めっちゃ痛い。死んじゃう死んじゃう。死にそう、もう死にそう。もう攻める必要なくね。いや、ピオシ強えな。あるのか。さあ、すかして。さあ、なんか強気にはめにいってますね。はめ。さあ、しっかり対空。これは遠かった。さあ、おいちょ。いや、ピロシ強くね。いや、まあ強いっしょ、そりゃ。このピロシに10連勝したタルシマいるらしいよ。おお、自演していく。で、ハルさんかな。さあ、ハルチュンリー。さあ、1。さあ、
と。あっと、これはまずいぞ。めぐりが正面、正面の上さあ、ダウンしなかったものの体力差がひどい。いや、ザギー・チュンリュー見習ってタッチキックにしたんですけどね、その後でしたね、地上クラだったですね。あっと、これはまずいぞ。なにね、大一応まだ走って、さあっと、くぐったんですが、何に行ったのはまずいっすね。これはケズリー、いや、マジ強いんだけど、シーソーゲームになるかもしれないぞ。さあ、ほぼ山本、やっぱね、ホンダの飛びをくぐった後はチュンリーは後ろから肘あたりで空中で落とさないと今みたいに投げられちゃうんで、そうですよね、欲張ってはいけないといったところですね。マイトビー、これは引っかかる。と甘い気候はしっかりと押す。ジョグこうなるとホンダ側がかなり攻めてるように見えるんですけど、ね、やっぱ相打ち OK の対空気貢献が非常にめんどくさいです。前に歩く、あ、出なかった。まあまあ、なんとか立て直した。いや、対空が難しかった、今のは対空できない距離だな、今のは無理なんじゃないかな。今のミスったね。さあ、戦列出ないか、うおっと、うまく逃げた。さあ、歩き機構したいところですが、下がっていくチュンリー。まあリードしてるし、これでいいのか。さあ、せいで出ない。おっと、出なかった。全部繋がってなかったぞ。あ、ラッキーですね。あれね、まあ持続してるはずなんでしょうけど、なかなか出ないですね。プレッシャーがやはり、あ、うち今の暴れはいい。あと持たない。これはしっかりの持続読み、持続読み。これはこう相打ち、相打ち悪くない、ね、あと仮面解放したの、まあ、まあまあ悪くはないんじゃないですか。いいのか、あ、出ない。さあ、モードが入った。これがピオルか、ピオラライが、あーっと、テンション出ない。まあ、しゃがみガードしとかないといけないんでね、結構難しいですよね。まあ、戦列出すか、ガードするかの二択なのかな。そうなんですね、うん、さあ、ジェネティ、え、スチュンリー。さあ、ピロシ、ここだけはチュンリー戦じゃ突然なくなるジェネティー戦になるので、その切り替えができるかどうか。まあできるだろう。さすがのジェネティーもホンダはきちいと思う。できる。さあ、なんとかなんとか頑張って。お、投げる。投げた。ホンダに投げに行くかね。え、さあ、怪しいぞ、これ大丈夫か。あるよ。さあ、ただジェネティには削る技が一切ないので。いや、あるだろう。ないよ。いや、あるだろう。ないって、あるだろう。いや、だってさ、普段さ、ゼロドットの永田正月気候圏で削り殺したいとか言ってんのにさ、いや、間違って出る場合はある。あ、間違って出る場合はあるけど、それ判定負けだからさ。いや、でもチュンリー、チュンリー判定強いっすからね。いや、判定は強いよ。いや、いやきつい、さすがに気候がねえからな。さあ、冷静だった。いや、やっぱりね、削れないから最終的に投げに行くしかないってのがどうしてもあるので。削ればいいじゃん。まあ、知らない、それは本人に聞いてくれ。お、なんか削りっぽい中段が来たけど、投げる、投げられるの痛いね。うまい、垂直飛び。さあ、前ジャンプをするのはジェネティ相手にはあまり良くない。さあ、誘っている。どうだ、リバ投げ。頑張った、頑張った。ジェネティこれは痛い。いや、あと一人とか言ってるけど、勝ってるのザギさんとジェネティだけだからね。海外勢と S チュンに頼りって勝つチュンリーチーム、どう、まあ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 、どう。後ろにね、まあね、草とか残ってっからね。まあ、背負くも残ってんだよね。
いや辛いな。闘魂さんもいるしな。闘魂さんもいるね。まあ五分だから。何が入って？さあちなみにこの二人ストで当たってその時はジェネティが勝っております。マジか。うちのチームは三択されました。え、あの優勝した？いや、まあ、その年じゃないから。あ、その年じゃないのか。相打ち痛くね。さあ、仕込み王一丁やってないというクスモンドの弱点が出ておりますぞ。いや、しかし行って。いや、判定強すぎでしょ。さあ、これに負けてはいけないんですが、やってないと正直めんどくさいジェネティ。さあ、どうなんだ今の。いや、スピードは強いね。いや、そんな強くないと思うんだけどな、あの技。めっちゃ減った。よくガブした。まあ着地しきないですからね。さあおいちゃん、これはさすがにバーター。よく待った。よく待っていた。まあ出すしかないからね。おっと、うわーリーバーサおいちゃん、これはきついぞ。まあなんとか逃げたけど体力差がひどい。結構ショーパンでも減るからね。痛い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 。あーさあ踏ん張ったクスモンド。ただここからが、ここからが厳しいんじゃないか。 X チュンリーの4人1軍が出てきます。4人ですね。5人。5人。さあ誰から行く。ヒデ。ヒデ。ヒデから。残ってるのはヒデ、トーコン、セオ、クサですかね。5人来たよ。4人。やっぱ4人ですね。持ったね。押して。いやーしかしこれホンダこっから逆転するとミラクルですけどね。おうまい。削って削って、当たって、普通に行った。おー一応もう一回、もう一回行かない。これはしかしめちゃめちゃ削っております。食らったが、さあ鬼武装は一応まだ食らえそう。いやどうなんだろうな。あ削られた。残ったら戦列当たるからね。鬼武装はいてないよね。しかし時間がない。もうスモットはタイムオーバー狙いでしょう。あボッタチ、ボッタチ。いやあれレバー入れてもほらなんか歩かないみたいな、あの頭突き特有の現象じゃない。なるほど。さすがに入れてると思うよ。これは筋組み。気持ち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 。ゆうべがイズム、ゆうべがイズム。うまい。いやかなりうまくクルージングしてるぞ。いやー厳しい。さあゲージも溜まってるし、地上くらい、地上くらいで前に行きたいや。きつい。なんとか一度って削るもん。あーさあ始まるぞ。ちょっとなんかアーと知って、あーおおわーっと今ボタン、ボタン鳴らしだったけどレバーが前行っちゃったから。そうですね、小技は早めに空振ってたんでガードはできたと思うんですが、ちょっとあっと、どうだこれ。さあ、だいぶ体力差がついたが、とりあえずなんとか前は離した。どうだこれ。あっ、これはきつい。大キック。最近ヒデ謝ってる姿しか見てねえな。なんか勝負どころで負けて謝ってる絵を最近よく見るイメージ。 ね、よく見るよね。気持ち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 。本田戦全一。何戦？本田戦？全日って言ってなかった？全日って言ってなかった？いや全一って言ってた。あ本当に？うん。でも五分なんでしょ？五分なのかな。煽りすぎは？いや投稿さん煽っとかないとね。まあまあまあ確かに。チャンスですからね。最近おとなしめの実況ばっかりしてたからね、ストレス溜まってるんですよ。おっと？バックジャンプ。あと。
ザギチュンリーをみんな立ち続けてやってんだけど、前やっぱりみんな分かってなくて。いいな、このツイッターで本田戦を意気揚々と語っていたデイヒーさんって誰だよ、これ書いてんの。誰ぞ事情通だぞ、こいつ。これは結構セーフティーリードか、本田手間打ち。本田にセーフティーリードってあんの？まあ時間がないからな。あ、全部食らっちゃやべえだろ。まあまあ、まあ、戦列か。さあ気持ちが折れなければいいが、東根さん、気持ち気持ち、バックジャンプバックジャンプバックジャンプ、擦りすぎは。あー、おいちょ食らって、これはあーミスった。できる、テンション。さあ、あーっと、なんかミスった。いや、今のはあのね、仕込み、中足まで仕込みで入れてて、頭突きが出て相打ちってるんじゃないかな。あー、こういってった、うん、仕込んじゃダメなのか。多分ダメな、仕込まなければ向こう行ってた。ヒット、ガード確認してから中足打たないといけないんじゃない。で、手を草大将、草大将ですか。そうだね、セオチュンリーもね、定評ありますからね、粘り強い相打ち。これはホンダ美味しい。スコアモード貢献、調子うまい。あーだ、謎のミス。まだは、しかしこれはあっと、あ、打った。さあ、しかし画面中央まで押せたので、これはどちらが得したか微妙。あ、これはきつい。いや、テンション割れちゃった。できる、粘る。このさんはね、結構オドチュンにも勝ってますからね、大会とかだと。やっぱりさあ、しっかりこれは返して、痛い。おっと、あ、じゃあテンション出なくて。おー、うまっ、うまっ、まだ打つ。さあ、体力的には微妙な、前列打たない、あえてバックジャンプか。ここで打つ、あっと、地上くらい。まあ、空中ヒットでも今のは、まあ、終わったかも。まあまあ、まだ終わらないけど、きついよね。いや、これはでかいぞ。開幕おいしい、ファイトビー、ファイトビー入っとって、手から、手から飛んでますね。さあ、戦列溜まって、これはワンヒット。これはお互い満足、満足の分かりなのかわかんないですけど、まあ、チュンリー側は満足ですね。もう手間打ち。さあ、これが当たってかなり勝負。さあ、勝ったのはチュンリーチーム。さあ、2回戦ですが、どうするんだろう、2台進行なのかな、1台、2台、どうすんの、どうなんでしょう、那須さん、ま、どうすんの、マッツン、いる、2台にするらしい。では配信台でバルログフェイロンですか。はい、はい、で、もう1台でバイソンガイルですね。じゃんけん終わってますか。終わってない。